武見厚生労働大臣と河野デジタル大臣が東京都内の医療機関でマイナ保険証の活用を呼びかけました。マイナンバーカードどうですか？これだけあれば大丈夫なのですごく便利で、あ、本当に、はい、忘れ物もなくできて、あ、はい、すぐありがとうございます。これからもっと便利になります。もっと便利、はい、武見大臣と河野大臣はマイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証を積極的に活用している港区の大学病院を訪れ、患者らに利便性を直接訴えました。マイナ保険証をめぐっては他人の情報が紐付けられるなどの問題が相次ぎ、利用率は5ヶ月連続で減少していて9月時点で 4.5% にとどまっています。